国鉄30系電車伊豆箱根鉄道も、百151系電車区百187と、もは156。大尾山駅にて、伊豆箱根鉄道も、百151系電車は、伊豆箱根鉄道大尾山線用の通勤系電車で、ある。当記事では大尾山線で固定編成を組んでいた伊豆箱根鉄道区百181系電車。 伊豆箱根鉄道左派181系電車、事業用電車である伊豆箱根鉄道庫で165型についても解説する。太遊山線は、緑町駅近くに半径100メートルの急曲線があるため、車体長17メートルの車両までしか入線できなかった。そんな制約下で、河川電圧600ボルト時代の太遊山線は、国鉄以外の譲渡車も含めた、 自動連結機を装備する二両編成と、当記事で解説する、旧型国電のみの密着連結機を装備する三両編成、二つのグループに分かれていた。密連車の形式については、モハ50型と、クハ80型が多かったので、太陽山線では番号にプラス100し、やがてモハ151系、クハ181系、サハ181型に統一されていった。また この時代の伊豆箱根鉄道の旧性能車は、親会社である西武鉄道の赤電と同じ塗装であったが、伊豆箱根では正面3枚窓の中央上部に車両番号が書かれており、これは西武では見られなかった特徴である。1976年11月25日に電圧を1500ボルトに昇圧すると、自連車は引退、密連車には相模鉄道から譲渡された17、 メートル国電出身者が登場し、太陽山線は17メートル国電3両編成7本で、使用車両の統一を見た。日本において、所属車両が17メートル国電のみで統一された、私鉄路線は大和山線のみであり、また、その経歴に由来する形態もバラエティに富んでおり、私鉄研究家の吉川文夫は、日本の私鉄一致の同社紹介記事で、私鉄には、 興味ない国電マニアも、ここだけは国電 OB を取りに来ると記している。車内放送装置もテープによる自動放送が採用され、車両の古さ及び大手私鉄がほとんど肉製放送だったことを考えれば、先進的と言えた。その後1984年から1996年にかけて製造された5000系に置き換えられ、当グループは、 ここで165型に改造された一両を除いて、廃車、解体された。模六64系。模百151型ではないが、151から156号車は、大体いいこれに類似したデザインである。模百151型は、編成外の関係上完全に揃わず一部に、乱れがあるが、区百181系、左百181型は、編成順となっているため、 ここでは181系の末尾番号順に解説していく。編成はいずれも左を小田原駅側、右を大尾山駅側とする。相鉄2000系電車雲波2005系相鉄でもこで165系同様に事業用車となった。相鉄2000系電車からの譲渡車で、前述の1500ボルト昇圧、自転車全廃と入れ替わりに登場した、統計式最後のグループ。 電動車の番号は百五十九と百六十を結番にして百六十一番以降に飛ばされたが、形式はもは五十一系のままである。相鉄時代に更新された、張り上げ屋根の美しいデザインが特徴。小百六十五台、小山駅にて小百六十五車内茶色塗装となった小百六十五台、小山駅にて九百二十八年に、鉄道省のもは百六十六として、 川崎車両で申請され、1960年に相模鉄道に譲渡されて2000系として使用された後、1976年に伊豆箱根鉄道に譲渡された車両である。1997年に工事用車両であった小で66が老朽化したことから、代替車両として1996年に旅客営業を離れていた模波165が改造され、 個で165となった。形式番号の変遷は次の通りである。鉄道省も、派3166区派38108区派16156相模鉄道区派2510伊豆箱根鉄道も、派165個で165改造に際して、両運転外化と、それに伴う機器の車内移設のための一部ドア埋め込み、自動ドア機能の廃止、 塗装の変更が実施された。なお、ATS 関連機器、MG、自動連結機等は、小六66系のものを流用しているが、小六66型が装備していた弱めかい、自制御装置は装備しない。2018年、塗装が国鉄時代の武道色に変更され、3月21日に大和山駅にて、お披露目会が催された。 5000系の定期検査時の工事用臨時貨物列車やトム1型で船内レール運搬などを行っている。小出165系登場前は夜間工事用列車の牽引を小出66型が行っていたが、これに変えて日本鉄道建設公団から機動用モーターカート、バラスト散布車を購入し、小出165系登場と同時期に使用を開始した。このため、 ここで165型がバラスト列車に充当されるケースは稀である。2016年現在の仕業は JR 地域6000系2両、または4両で蘇生された夜間工事用列車、または日中の臨時貨物列車としてのレール運搬、トム1系の定期検査時の試運転、5000系の定期検査時の大場工場までの公衆輸送などである。ありがとうございます。